まずは一時逆転となるタイムリーでした。1本目のタイムリー振り返っていただけますか。後藤さんが先にタイムリー打ってくれて気が楽になったので勢いに乗らせてもらいながら打ちました。2本目も2アウト2塁という同じケースでのタイムリーでした。2本目はいかがでした。昨日チームは勝ちましたけど個人的には悔しい一日だったんで今日、絶対取り返そうと思ってやって球場来たのであの場面ヒット打てて良かったです。この勝負強さの結果をご自身で受け止めてどう捉えていらっしゃいますか。チャンスで回ってきたら絶対ランナー返そうって強い気持ちで打席入るようにしているので、それがいい結果につながっていると思います。どんな気持ちで打席に立ちました。そうですね、本当ピッチャー陣が最少失点で頑張ってくれてたので、で今日はねちょっと野手陣が本当ピッチャーを足を引っ張ったのでなんとか、同点タイムリーを打ちたいなという気持ちで打席に入りました。逆転勝ちでした。イーグルスの終盤の強さ戻ってきていると思いますがその辺いかがでしょう。そうですね、逆転のイーグルスと言われるようにあともっと先にピッチャーを助ける得点を取れるように頑張っていきたいと思います。藤田選手もここ最近本当に勝負強い打撃を見せてくれていますがその勝負強さの秘訣というのは何でしょう。教えてください。バランスの取れた食事です。今日で交流戦の借金完済となりました。シーズンの借金を返します。いつも温かい声援ありがとうございます。皆様の声援が力になります。これからもよろしくお願いします。続いて藤田選手お願いします。皆さんの笑顔が見えるように明日からも頑張ります。明日も絶対勝ちましょう。3、2、1